物販コーナーに移りたいと思います。今ね、ネットでね、CD とかタオルとかいろんなものが買えるようになっていまして、竹山のグッズが。ぜひここで興味持ってくれた方とか、知らなかった方とかね、よかったら買ってほしいんですけど、ちょうど私は今ショールームのこのバナーのところに、私の個人の方ね、にはバナーの方に飛べるようになってるので、よかったら飛んでいってください。ビュンと。じゃあ、そのなんか今売ってる商品をちょっと紹介しましょうかね。みんな一個ずつ。まず最初はね、これ、このタオルをね、作ってくださったのよ。見てこれ、すごいの、これ。これは私のあれ、感想記念で作ってくださったんですよね、確か。こすの、ごい。マラソンを走ったということで。見てください、これ。白飛びして全然わからん、これ。これはね、もうどう見ても私のグッズになるんですけど、私に興味のある方とか、なんかオレンジのタオル欲しかったっていう方とかね、よかったらゲットしてください。買えるようになってるので。よし、じゃあ次はさちゃん紹介する。続いてはこちらの商品、お願いいたします。なんか予算についてね、ちょっこと。ちらバンダナとなっております。バンこダナとれ、なっておりますね。バンダナ、でかいね。これなんか春やけんさ、ピクニック行くときこれお弁当包んで。確かに、バンダナね。どっか普通に良くない？そう、みんなとほらピクニック行きたいって言ったもんね、これ。じゃあこれ使おう、うちマイら。ク、使おう、これ。マイク使った方がいいと思う。うち料理するときこうやって食べるから、こうやって。見せてあげなよ。かわいいみんなも買ってね、料理しましょう。そこうれ使そう。って。料理しよう、みんな、これ料理で。するために買うんかい。 めっちゃいいので、このバナナ見えへん言うてね、ごめんね。 みんな見えてないかもしれない。そう、メインの方にね、映ってるので。そう、わー、いいですね。はい。じゃあ、それのじゃあピンクバージョンがハルポンの方に行き渡デりザまイす。ンね。あれも出ない。そう。え、マジ？そうよ。そうなんよ。ハルポンが考えたん、これ。そう、なんかいっぱい考えとって、組み合わせてくれたんよ、すぐとか、デザインを。めっちゃ可愛いのに。見せよう、ハルポンの方見せる、これ。ハルポンが考えた、バンダナ。めっちゃ可愛いよね。これは何に使おうかな。これこれ？は汗拭きタオルとかね。汗拭きタオルそで、うそう、なるこほれど。からの時期とか汗かくし、ね。食べ物こぼした時とかも。そうやね。そう、うちとほのぴーはよく汗かくのでね、そうこうや汗ね。拭きに使って、ひなほさんとさちゃんはよくこぼすので、でも、うこちれそをんな使っ顔されてて。ます。ごめん、ごめん、なんか。二次災害。二次災害。ごめんなささくらがね、よく。ちゃんはね、よだれかけはね、買わないかなと思ってたけん、ちょうどいいかもしれない、これね。だってさくら専用の、だって洗濯の糊みたいな、なんシか、ミ抜きみたいさ、なシミね。抜き用意されとるもんね、さくらがよくこぼす。これあったら安心やね。安心、よかっ安た。心安心でこぼしまくろ。こぼしまくろ。やめてください。ほんでは、じゃあ、次、ハノピー、前来てや。でも、ここ座ることないけん、持ってきたらいいやない。あ、これいっちゃん見えるやない。多分、あれ、顔が。あ、ちょっとじゃあ、おマイクは。こちらですね、なんと。はい。ありがとう。私の生誕の T シャツ。あ、ほのぴーがね、映ってる。まだ売ってくれとったら嬉しいんやけど。あれ？かっこいい。あ、本当や。
ドラム叩いてる姿のがあります。やっぱかっこいいらしいので映るかな。映った。地味にほの作。嘘、地味にほの作。でで、見て、あ、ほんとや、さくらもおる。そう、そうなんです。やっぱり皆さん、お買い得です。お買い得。お買い得違う、お得、え、何だっけ、何、お得、お得用じゃん。お得、朝お得、お得一石二鳥やね。そうそうそう、あ、そうやね、そうやね。だから皆さん、ぜひともお願いします。はい、はい、まだありますか。メインの方にもこんな感じでございます。このサイズね。 CD とかは大丈夫ですか。もうちっちゃいけど見えんもんね。あ、この、あ、これこちら、じゃじゃん、滝山 3.5 タオルじゃない T シャツこれはね、なんか野球みたいな、こっちね、野球のこのロゴみたいなんが結構着やすいよね。結構後ろはね、なんでこんな星とか丸とか書いてるかというと、あの WXYZ っていう曲で出てくる歌詞がこれなんですよ。ハート20丸とか言ってるので、それをイメージして作りました。作りました。うちが作ったんじゃないけど作ってもらいました。はい、そんな感じ。あ、似合うじゃん、似合うじゃん。よかったね。ハルポンはこちらのこの色違いやない、これ。色違い、どれと。あ、違う、これちゃうちゃう。は、これこれ結構かっこいいのよ。みんな見て、これどこ、どこ写す。ハルポン、え、どっちの方写す。真ん中、メイン、メインの方にじゃあ写してますので、これあの竹山 3.5 T シャツで、これいい言葉が書いてあるんですよ。あ、そう、いい言葉らしいので、英語が達者な人はあの調べてみてください。この背骨になっとるね、しかも後ろがかっこいいよね、めっちゃなんか結構、うん、かっこいい系の T シャツとなっております。はい、ぜひゲットしてください。大きいね、ハルポン、それいいじゃん、それだけでいけるやん。大きくなっちゃった。大きくなっちゃったみたいな。あと、ほのぴーはこれもあるやない、パーカーじゃん。そう、竹山、まだギリギリいけるか。めっちゃ着ようよ。あ、うちも着ようるわ、これ。みんな愛用しております、ね、みんなね、愛用中のこの竹山パーカー。これロゴは一緒なんだけど後ろがあの、あ、後ろも同じやん。そう、後ろも、あ、これと同じだ。そうそう、この子と同じの英語のやつのパーカーバージョンでね、そこまで分厚くないから今の時期も多分1枚で着れるんじゃない。そうそう、いいと思うの、本当に。生地が良くない。そうなんだ。そうそうそう、生地いいよね。動きやすいし、めっちゃおすすめ。マジでめっちゃおすすめです、これは。みんな着てる。はい、テレビショップ、テレビショップ。そのくらいですかね。あ、タオル、あ、最後タオル。じゃあみんなで広げて、こちら、あ、このタオルです。これロゴは一緒なんですけど、なんとみんなのこのサインが印刷されてるというね。めっちゃいいんですよ、これ。ピンクで可愛いし、すごい、あの、みんなのサインがついててお得なので。見えん？見えですか？あ、OK！ そう、こちらです。竹山 3.5 T シャツじゃない。全部逆になってる。今の玉が。みんなのサイン付きの、うん、あ、うん、そう、サインがね、印刷されたやつになってます。これ結構みんな買ってくれるよね。みんな、そう、人気商品となっております。お早めにお買い求めください。はい、あ、あと、じゃあこれがあるよ、これが。あ、お尻が、お尻、お尻だけ。あ、じゃあこれはどうしますか、どう振り分ける。あ、じゃあこれこうでいいか。はい、あ、ちょうど4枚じゃん。ほんまや。じゃじゃん、私たちが今までに出した CD です。ちょうど4枚なの、今。1枚目が、じゃじゃん、じゃじゃん、こちら。あ、ごめんなさい。1枚目がね、あの、ファーストシングルで、あ、今日歌った曲も、なんと、2曲入ってる。3曲中2曲入ってるんで、もう紙 CD ということで、こちら。お買い求めよろしい。ぜひ、お買い求めください。ぜひとも。そして次に出たのが、
こちら竹山さん天狗セカンドシングル静音と言いまして、これも今日歌ったのある、ペイント、あ、そう、ピントイットブルーがあるのか、一曲入ってるので、ぜひ静音っていうのにも意味があって、それも多分深い意味なんで、多分じゃない、本当に深い意味なので、ぜひ調べてみてください。これも買えるようになってます。あ、ちなみにこれはパンクロックと、ファーストの方はパンクロックとセレナーデ、今日歌った曲2曲が入ってて、ハッピーデイズも、もう1曲今日は歌ってないんですけど入ってる。こっちは今日歌ったのはペイントイットブルーっていうのが入っております。みんな歌ってもらったやつね。で、次に出たのがこっち、竹山さん伝言ファーストアルバムインヤン、インヤンこちらはね、アルバムだからすごいたくさん曲が入ってるんですよ。これを買うのが一番おすすめじゃない？あ、じゃあ、あと新しいやつと、今までの曲もいっぱい入ってるし、あと新しい曲も今日歌った恋空チャイム、ドリーマーとかプラチナハートとか、多分今日歌った中で一番入ってるのがこの子なので、ぜひゲットしてください。で、こちら3月1日に発売したばかりのマナフォーという CD です。イエイ。こちら後ろはね、めっちゃかっこいい感じになっておりまして、排他的感情論っていう今日歌った曲の MV でも使われてるやつになっております。で、その曲が入ってたり、あとは新しい曲がね、4曲またこちらにも入ってますので、ぜひご興味ある方は聴いてください。以上ですかね。よし。さあ、みんな以上でございます。いろんなもの、いろんなグッズが買えるようになってるので、もし気になった方は、購入して聞いてほしいなと思います。これからもライブはたくさんやっていきますので、ライブもぜひ見に来てください。あと、あれですよね。そう、皆さんにちょっと嬉しいかな、嬉しいお知らせがありましてですね、この今日のライブの、様子じゃないや、ライブのこの衣装をチェキでたくさん撮ってですね、これからで、ランチキみたいにしてネットで販売することになりました。わーい。だから同じサイトでいいんですかね、買うとこは。あ、今さっき紹介したのと同じサイトで、なんと今日いっぱい撮るんでチェキで、それが当たるというか、それを変えると、数量限定にはなるんですけど、サインもつきます、サインもつきますので、ぜひ買ってください。で、個別で、ハルポンのが良かったらハルポンのも買えるし、さーちゃんのが良かったらさくらのって選べるので、ぜひ。あ、そうや、じゃチェキはみんなで取り合うようになるので、ちょっとセンスが問われますね頑張りますチェキね、こちら似合いますね、作チェキで撮ってもらおうと思いますので、みんな待っててください、買ってください。以上で大丈夫ですか。では以上となります。今日はみんなマイク持たんでない。はい、今日は初めての経験というか、ショールームライブ初めてだったんですけど、すごい熱くなれたね、めっちゃ、すごい楽しかった。まあ、それはみんな来てくれてるのがすごい盛り上がるんですけど、やっぱこういうのでもまたライブできたのも良かったなと思いました。早く皆さんに会えるように、また私たちもいっぱい練習しとくので、ぜひライブもまた来てください。それでは終わろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。 See you。 バイバイ。じゃあみんな個人に散ろう。みんな見れました？もう髪ボサボサだ。大丈夫？ありがとうございました。早く会えるように。あ、落ちそうかとなったらいいですねではまた明日ね。明日、あ、
違う、この後も配信するので、この後配信するので来てください。ではまた、今日はありがとう。また席いっぱい取ってくる。バイバーイ。後でね。今日はありがとう。また。何時頃か分かんない。いつ帰れるか分からない。最高だ。チキンパイ取ってくる。何時頃か分かんない。いつ帰れるか分からないよ。またね。何時頃か分かんない。いつ帰れるか分からないよ。普段は最後の最後の最後の。ごめんね。コメント読めてくださってありがとうございます。心を楽しめたでしょうか。ごめんね。また配信また。すぐなので。お待ちしております。では3、2、1、ほの三昧で今日も終わりたいと思います。行くぞ。コロナに負けるな。3、2、1、ほの三昧。ありがとうございます。めっちゃ飛ってる。めっちゃ飛ってる。あれっぽん。あ、ひなちゃん。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。こうか。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。